ぶりぐらいになりますね。はい、さあそれでは今日のゲームハイライトで振り返ります。クライマックスシリーズファーストステージ第1戦、ビッグフラッグも掲げられました。花火が打ち上がったゲーム前、注目のマリーンズ先発佐々木朗希、発熱があって1ヶ月ぶりのマウンドでしたが、まず1番のシュートが初球セーフティーバントできましたが、ピッチャーへのフライ、このワンアウト大きかったですね。大きかったですよね、初回をこうすんなりいけたっていうのがね、川瀬はセカンドゴロ、そして柳田との対決全部フォーク、決定してましたね。決定しましたよね。打てないボール続けてましたよ。気合十分の佐々木朗希。一方ホークスの先発スチュワート・ジュニア、1回裏1番の荻野貴史、鮮やかな先頭打者ホームラン、これでチームに勢いがつきました。もう先制点が欲しい時にね、はい、本当に勇気の出る一発でしたね。勇気ですね。はい、さらにこの後ツーアウトから4番のポランコ、これもまっすぐ特大のホームラン、ソフトバンクキラーですね。これはまっすぐを荻野もポランコも完璧に打った、これがスチュワートに効いたんですね。初回にね 2球ストレート打ったのが大きかったですね。はい、2対0となります。2回の佐々木朗希、近藤をど真ん中160キロで三振。佐々木朗希もアドレナリン出てました。気合入ってましたよ。はい、中村晃センターフライ、そして三森には162キロもありました。最後は161キロ詰まらせてショートゴロ。3回の佐々木朗希、今宮をフォークで三振。柳町も三振、これで4つ目の三振。9人目の甲斐、センターフライ、3回41球パーフェクトピッチングでした。そして3回裏、マリーンズはフォアボール3つでワンアウト満塁のチャンス、ピッチャーがヘルナンデスに代わってポランコ、打球がショート正面、ダブルプレーかと思われたんですが、三森からの送球が乱れます。ホークスに痛いミスが出ました。ランナーが2人帰ってきます。このミスは痛かったですね、ソフトバンクは。4対0になりました。マリーンズは4回から中村俊也がマウンドに上がります。川瀬にヒットは許しましたが、柳田を三振、ツーシーム、そして近藤健介に対してもツーシームで追い込んで、最後もツーシーム、冴えてました ね。落ちるこのツーシーム良かったですよね。はい、中村俊也が0点で抑えます。5回のホークス、フォアボール2つでツーアウト2塁1塁、バッター甲斐、ここもツーシーム、自分の球を信じてましたね。自信のあるボールをね、はい、投げましたよね。中村俊也が2イニングを0点で抑えます。そして6回は坂本がマウンドに上がって、川瀬フォアボール、3番の柳田、打った瞬間という完璧なツーランホームラン、特大でした。球場は一瞬静まり返ったね、はい、ホームラン、すごいホームランでした。これはこれでゲームの空気が変わるかなという雰囲気もありました。4対2、2点差になります。その裏、マリーンズの攻撃、加山からチャンスを作ってワンアウト2塁1塁、安田、バントを空振りした後の一打でした。右中間の真ん中を破るタイムリーツーベース、ごめんなさいもありました。吉井、珍しいシーンですね、これは。はい、貴重な追加点が入ります。さらにピッチャー津森に代わってワンアウト3塁2塁で藤原、見事に打ち返してセンター前2点タイムリーヒット、ホークスを突き放す一振りでした。この6回マリーンズ3点取って7対2とします。そして8回裏、マリーンズピッチャー笠谷に対してワンアウト三塁から安田、一・二塁間を破ります。岡が帰ってきて8点目、そして6点リードの9回は沢村がマウンドに上がりました。近藤にヒットは許しましたが、最後は今宮、センターライナー、試合終了。クライマックスシリーズファーストステージ第1戦、大事な初戦は千葉ロッテマリーンズが取っています。快勝でした。はい、近づけてくれました。ナンバー0、高橋大喜朗。さあお次はこの人、本日2安打の活躍、その初回に放った打球は大きなホームラン、ナンバー22グレゴリー・ポランコ。放送席、そしてマリーンズファンの皆さん、ヒーローインタビューです。クライマックスシリーズファーストステージ初戦、先頭打者ホームラン、荻野貴司選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。いや、荻野さん、初戦の先頭打者ホームランです。振り返っていかがでしょうか。本当に大事な試合だったんで、まずは、チームに勢いをつけようと思って打席に入りました。ファーストストライクのストレートだったかと思いますが、あれは狙っていらっしゃったんですか。そうですね、思い切っていこうと思ってたんで、ストライクは全部いこうと思ってました。こういった短期決戦では積極性が非常に大事だと選手コーチからコメントがありましたが、荻野さん、まさにお手本のようなバッティングになりましたね。ご自身でいかがですか。その試合前、監督からハッスルで行ってくれと言われたんで、それが実行できてよかったです。感触はどうでしたか。はい、感触はいい感触だったんで、ファウルになるかなと思ったんですけども、なんとか消えなくて、よかったです。いや、そしてその後すぐにお隣のポランコ選手の一発もありました。どんなふうにご覧になっていましたか。打ってくれると思ってたんで、打ってくれてよかった。ありがとう。ゲーム全体で言いますと、今日は佐々木朗希投手が久しぶりの先発、その中で3回パーフェクトのピッチング守っていて、どんなふうに見ていましたか。本当に、心強い選手が戻ってきてくれて、嬉しいです。そしてファンの皆さんや選手の方々ですね、やはり場内アナウンスの谷保さんの声、そしてこのホームの大歓声の中での初戦というのを皆さん楽しみにしていらっしゃいました。荻野さんは初戦いかがでしたか。そして谷保さんに、1試合でも多くアナウンスをしてもらえるように、一戦一戦、勝っていきたいと思います。やはりホームの後押しというのは大きいですかね。はい、もちろん、力になります。さあこれで明日勝てばファイナルということになります。大勢集まったこの千葉のファンの皆さんにメッセージをお願いします。明日勝って、決めたいなと思いますので、明日も応援よろしくお願いします。まずは先頭打者ホームラン、荻野選手でした。続いてその荻野選手に続くホームランを打たれましたポランコ選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。ポランコさん、初回荻野さんが素晴らしいバッティングの後に打席に入る形になりました。どんな思いで打席に入りましたか。Nada, de verdad yo me sentía bien porque Ogino desde el principio, primer bateador, nos dio buena energía con ese jonrón y yo fui confiado, como él me dice, confidence, y nada, me sentí bien y pude conectarle bien a la pelota. 荻野さんがチームにいい流れを持ってきてくれたと思ったので、自分も続こうと思いましたし、よく荻野さんとコンフィデンス、自信を持ってという話をしていて、あの打席、自信を持って打席に立てました。ポランコさんもツーボールノーストライクからのファーストストライクだったかと思いますが、ご自身としてはバッティング振り返っていかがでしょうか。Me sentí bien porque vi el primer picheo curva y después la recta bola y ya tenía la confianza de poder hacer swing libre, buscar un buen picheo y con este buen swing y gracias a Dios pudo salir el jonrón. あの打席、初球カーブ来て、その後まっすぐ来て、でツーボールなって、いい球来たら、甘い球来たらしっかり打ち返そうと思って打てました。それが結果としてホームランになったので本当に良かったです。マリーンズファンの皆さんの中に吸い込まれる打球というのはどんなふうに見たんですか。Oh, de verdad que me sentí muy bien porque mostraron buena energía desde antes de comenzar el juego. Estaban con buena energía los Marine fans y eso de verdad nos ayuda a nosotros y nos da entusiasmo para salir a jugar fuerte cada día y de verdad que fue un buen batazo para ellos.試合前から大歓声、ライトスタンドからどこからでも聞こえましたし、それが僕たちにどれだけ力になったか、あの打席、いい打球飛ばせて、あれはあのホームラン、ファンの方のために打ちました。そうですか。メジャーリーグでも経験が豊富なポランコさんですが、この日本のクライマックスシリーズ、ホームでの初戦というのは、どんなことを考えながらプレーされていましたか。Emocionado porque era mi primer juego en Japón de los playoffs, so, de verdad me sentía muy emocionado y quería, estaba ansioso por jugar y ver la energía que iban a traer los fanáticos y de verdad que me impresionaron y me sentí muy feliz y estoy ready para mañana para pelear y dar lo mejor de mí.初めての日本のプレーオフ進出できて、今日とても興奮しながら球場に着きました。今日しっかり勝てましたし、明日もしっかり勝てるように頑張りますので、引き続き応援お願いします。一つファンの皆さんにメッセージもありましたが、最後に改めてですね、この今日来てくれたファンの皆さんにメッセージお願いします。そうですね。マリーンズファン、明日頑張ろうです。最高。ありがとうございました。今日のヒーロー荻野選手、そしてポランコ選手でした。1回の裏にホームランを放った2人がヒーローインタビューでした。荻野貴司先頭打者ホームラン、そしてポランコ特大のホームラン。いやー、ジジさん、はい、1番バッターの重要さっていうんでしょうか、ホークスは1番の周東がキーマンと言われてこのシリーズ始まりました。そしてマリーンズの1番バッター荻野、今日ちょっと対照的でしたね。いや本当にね、こう先制点が大事と言おうと思った瞬間にも打ってくれましたから、本当に勢いづきましたし、勇気をもらいましたよね、このホームランは。そうですね。そして吉井監督のインタビューが入ってきました。